1972年に打ち上げられた衛星パイオニア10号、1977年に同じく打ち上げられたボイジャー1号2号に地球外生命体へのメッセージとして金属板や銅製のレコードなどが搭載されていたのは有名な話である。所長、たった今未確認の宇宙放射線がキャッチされました。前から気になっていた聖域内でかなりの規模の爆発反応があったのか。違います、全く違う波長レベルの放射線です。何？21世紀中頃、すでに地球の総人口は100億にも達しようとしており、人々は居住区をコロニーや各星々に求めるようになっていった。またこの移住計画に伴い宇宙開発は急速に進んでいた。そんなある日、至る所で未確認の宇宙放射線がディスクに記録された。この放射線は複合性なのか、微弱ながらに電波も確認できました。電波も複合されているなら意外と解析しやすいかもしれません、所長。地球ではその未確認の宇宙放射線の解析が密かに行われていた。解析結果に皆はこれまでにない期待を込めていた。地球外生命体からのメッセージかもしれないということに。もうこれは使えんな。はい、開拓手段にしては破壊能力がありすぎます。機能を停止してここに保管するしかないか。緊急動員発令。第2区コロニー開発管理局所属、寮源リーザ・ステファニー、両名は直ちに防衛局へ出頭せよ。被害者がなぜ名指しで軍に呼び出されるんだ。現在軍が有する兵器では奴らに太刀打ちできない。我々の最後の手段としてフォースを整備し、これをオプションとするため多目的探査艇をフォース操作に耐えうるようにバージョンアップした。開発コード R9 としてこれしかなかったのだ。だからってなぜ技術屋の俺が。一つは多目的探査艇のベテランたちは軍に取られたこと。でもこれも今や兵器ですわ。今までの多目的探査艇のものと基本的な操作系統に変更はない。かえって軍のものでは使いにくい。だから多目的探査艇のオプション操作の経験の数を踏んでいる君たちを選んだのだ。実験台ということですか。月第三コロニーは奴らに落とされた。まだなのか。もう少しかかります。ただ放射線ではないのは確かです。長期にわたってフォースを操作するため、
多目的探査艇をバージョンアップさせるしかなかったが、R9 として。所長、わかりました。本当か？すぐに NASA、政府に連絡してください。これは地球外生命体からの。観測員たちにはこう聞こえたかもしれない。この星の運命は力となす。この星を破壊する。
丈夫か、リーザ。大丈夫、かすり傷程度だから応急処置で持つわ。危険だと分かっているが、どうしても二人に R9 の量産タイムが生産ラインに入ったことを知らせたかった。事の次第、我々も暗黒隊を受けに向かう計画だ。それまで二人とも。局長、レーダー反応はなかったわ。第五探知範囲に入ってワープでもしたかのように急に。大型シャトルがこちらに向かっている。今の座標を知らせてくれ。了解。
これが戦闘記録ディスクです。ご苦労だった。このシャトルには R9 量産型が搭載されている。後のことは我々に任せてもらおう。ああ、それと第4デッキで開発局長が待っておられるぞ。局長がですか？局長。亮、とにかく無事でよかった。リーザは途中ではぐれてしまったが、彼女は救護エリアにいる。怪我の具合も心配するほどもないと聞いておる。今回の任務で君たちを軍の命令とはいえ無理に戦地に向かわせて本当にすまないと思っている。なぜ局長がここに？これ以上君たちに課せるわけにはいかない。私が間違っていた。あなたのせいじゃない局長。俺はまだ戦います。いや、戦います。君は軍人ではない。民間人として R9 に乗ったのだ。もうこれで十分だ。私は君を再びホースのために君の父親のように失いたくはない。局長。よ、リーザと一緒に帰ってもらおう。これは命令だ。暗黒太陽系は我々の太陽系とほぼ同じ形成であり、その中に7つの惑星と小惑星群が現在確認されている。また各星々に生命反応が確認されており、バイドノスが存在していると思われる。彼から受け取ったディスクのデータから計算すると、バイドは戦いを重ねるごとに進化を遂げているように思われる。両源さん、あなたはそれでも R9 で切り抜けてきたじゃないですか。 R9 がある限り我々は負けることはないんでしょ。リョウ、君は休んでくれたまえ。わかりました。引き続き作戦ミーティングを行う。バイド軍接近。 R9 の各パイロットは直ちに。リョウ、源、リーザストファニー両名は小型ショットルデッキへ急げ。健闘を祈る。リョウ、源、リーザストファニー両名は小型ショットルデッキへ急げ。君は…昼ご飯から抜け出してきちゃったわ、リョウ。なぜ？あの時のショックは相当なもんだったはずだ。怪我の方は大丈夫よ。もう十分だ。君まで危険な目に遭う理由はどこにもない。今すぐコクピットから降りるんだ。帰っても私には何も。だからリョウ、R9 プロトタイプが出撃します。何？搭乗パイロットは？通信が入ってます。やはり行きます。許してください、局長。君たちは我々のシャトルでこの場を離れ。Okay.
リーザ。これは賢明か。なぜだ。だからってなぜ地球を狙う。一体今のは。暗黒太陽からエネルギー波による爆破連鎖反応が確認されました。バイド兵器の中枢部の崩壊を意味しているものと思われます。
R9 の機体信号があります。確認を取れ。了解。現在18機の信号が確認されます。その中にプロトタイプの反応はあるか。いえ、彼らのは。リョウ、リーダー、信じられませんが暗黒太陽が消えていきます。 R9 収容のため直ちにシャトル出動要請を出せ。了解。18機全機収容しましたが、プロトタイプ機は地球へ帰還準備を。了解。局長、何事だ。とにかくモニターを見てください。今映像を転送します。19機目の R9、 これはプロトタイプ両リーザ機です。両源、リーザ・ステファニー、ただいま帰還しました。局長、ご心配をかけして申し訳ありませんでした。